エイドリアン・ラモエイドリアン・ラモは、アメリカ合衆国出身のハッカー、ジャーナリスト。低住居を持たない、放浪の生活とともに、ハッカーの活動を行ったことから、ザ・ホームレス・ハッカーとの代名詞で知られる。マサチューセッツ州のボストン生まれ。2001年から2003年頃にかけて、米国中を放浪しながら、マイクロソフト、ヤフー、エキサイト、ワールドコムなどに代表される、 スータの有力企業のシステムへの侵入で、ハッカーとしての名を馳せた。2002年の2月、ニューヨークタイムズのネットワークへの侵入と、そのうちの個人情報のデータベースへのアクセスの宣言により、2度の刑事告発を受け、やがて2003年9月9日に FBI に逮捕された。侵入先に対して技術面の脆弱性などについての助言を与えるという活動スタイルから、 時には感謝の対象ともなり、そこから善意のハッカーなどとも呼ばれた。ウィキリックスにアフガニスタンとイラクに関連するアメリカの機密情報を流したとされるブラッドリー・マニングを FBI に通報し、マニングの逮捕につなげた、超本人であり、2011年3月時点で彼のサポーターから狙われているとの理由で姿をくらましている。2018年3月14日。 カンザス州イチタて三37歳の若さで死去した。死因は公表されていない。ありがとうございます。